えーとそれでは時間も過ぎましたんであの記者会見を開きたいと思います。今日はあの H エズ HIV 感染症エイズ予防治療の新時代ということで第33回日本エイズ学会学術集会総会というのがあの今年の11月2789と3日間。 熊本で開かれるんですけどそれの会長をされている熊本大学ヒトレトロウイルス学共同センターの松下修造先生をお迎えしました <laughs> あの松下先生はですね今回の学会の会長を務めると同時にあの日本エイズ学会の理事長でもありましてあの11月じゃないや今年の六月二十四日にですね日本エイズ学会は HIV 感染を 理由ととししたた就業差別のの廃絶に向けた声明というのを出しています。まば、あ、映図学会としてはこれまでこういうどっちかというとあの声明というのはあまり出してこなかったんですけども今回はあのどうしてもちょっとえ後でお話があると思いますがあの就労に関する裁判に絡んであの看過できないような事態もあったんで。 え、声明を出されたということです。また、国際映画学会の理事も務めておられます。ということで、今日はあのこの声明に関するお話及び学会に関するお話も含めてですね。最新のその映像に関する知識のアップデートということの必要性をお話ししていただきたいと思います。じゃあ、先生よろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。あの、熊本大学の松下と言います。 以前は、エイズ学研究センターという名前だったんですけれども、鹿児島の難治ウイルス感染症研究センターの馬場先生のグループと一緒になりまして、今はこういう合同研究センターとしてやっておりまして、研究の、なんて言いますか、共同でやることによって、もっと強力にあの研究を推進していこうというところをやっております。まあ、エイズに私、の今日はちょっとあの皆さんのほうに役役がいっているかと思いますけれども、 1981年の,あの熊本大学の卒業でありまして81年という年があの実はエイズが最初にあの報告された年ですあのゴッドリーブ先生が見つけましてまあ当時あの研修医だった私はあの三田先生が私の指導医だったんですけれどもまあアメリカには変わった病気があるねという話をしていたんです知りませんでした。 ところがあの我々の見ていた血流病の患者さんの中にあの感染した人がまあ出てきたんですね。我々は三沢先生が82年に留学され僕はもう引き続いて83年に亡くなにてきまして、まあ、その時はまだあの見ていた患者さんが感染していることを知らなかったんですけれども、まあ、86年に日本に帰ってきてあのあの感染あの当時の血流病の患者さんがみんな感染していて、まあ、それからあのエイズを担当することになりました。 まあ血液病の患者さんがまあスタートだったわけですけれども、まあ、その後はあの血液病じゃない非血液病の患者さん、まあ、あの男性同性愛の方、われわれは面風、セクス図面で MSM といいますが、まあ、そういう方々、ゲイの方々がまあ多く見,見えてたわけでございます。今日のタイトルは、HIV 感染症 AIDS 予防治療の新事態というふうにさせていただきまして、あの最初にこの,あの結論を書いております、これがあの結論です。 あのまあ、正しい知識をアップデート、で知ることから始まるスティッのない社会、まあ、これが多分エイズを克服するために必要なものだというのが、私の今日皆さん方に伝えたいメッセージだし、まあ、それは社会がやはり理解を深めないといけない、だからエイズは自分と関係ないと思っていたら、いつまでたってもなくならないんです。HIV はですねだからあの 個人の責任ではありませんあのよくその性病は自己責任だという方がいるんですけれども自己責任だとずっと言っていてそのままの状態のままずっと続いているわけですこれはもう先生方はよくご存じのとおりでやはり社会が理解をして治療検査ができやすいシステムを作っていくべきだと考えています。 エイズはですね、今は書いている通りですが、治療薬が進歩して普通に生きられる時代になっているわけですね。普通に生活できます。感染したお母さんから子供陰性の子供を産むことができます。結婚もできます。普通に家庭が持てます。それからあのまあですね、まだ少し寿命は短いんですけれども、まあ五年とかぐらいの差であの同じように長く生きることができるようになったんですね。それから治療をきちんと続ければパートナーの感染も起こりません。 ここれはまだココンンドームをしなないいいいいということとうですコンドームによって感染は100%予防できるし他の性感染症も予防できるからコンドームは非常に大事ですけれども治療をきちんとやっている HIV 感染者からはパートナーへの HIV 感染がいかないんですですからコンドームをしない方でもそのパートナーからはうつってないということが明らかになってきて非常に違いますね依然とは。 まあしかしながら、HIV に新しい感染と診断される人数は日本ではます、これ、はあの減ったと書いています、皆さんに配られているこのパンフレットのアップデートの中には、少し減ったというふうに書いてあると思います。確かに少し減りました、ピーク時よりも150人ぐらい減っていますま、でもそんな程度なんです、もっと減っていいと思います。 しかしながらあの新規感染は続いているということが、まあ、一つ言いたいこと、まあ、こういうこと性感染症これは HIV だけではありませんから自己責任というのだけではなくて正しい知識のアップデートとともに、まあ、性の多様性を受け入れるような社会が必要だということです。多多様様性性ですね多様性というのは今のキーワード、まあ、新聞でもいろんなメディアでもお使いになっている通りで、まあ、今あの人間って本当に多様だなと思うことがありますし まあ同性愛と異性愛というのは2つに分けられなくて、同性愛の中にもいろんな方がいるし、異性間の中にもいろんな方がいて、これらを皆の,の幸せを考え、尊重するというのが、我々の目指す社会ではないかと思うし、そういった社会というものと、この性感染症は密接に結びついているということを申し上げたいと思います。さて、今、ご紹介があのございましたとおり、日本映像学会では、この HIV 感染を理由とした就業差別の配置図に向けた声明を出しています。 あの字が小さいので先生方には別,別紙として配っておりますけれどもこれこの前の年にあの北海道の、まあ、ご存知のとおりの病院での、えー、ソーシャルワーカーの採用されるところが途中から採用をあの 内定を取り消されたということに対して訴訟を起こしたわけですね、これ、はいろんな話がその2018年から来まし,た来まして、理事会の方と相談したわけですけどこれも理事会でもいろんな意見が出ました、やはりあの先ほどご紹介があったとおりで、そういう意見を出すべきではないという方もあり、あるいは逆に、この裁判について、きちんともう意見を言うべきだという理事もいたわけです。 我々はあの最終的にどこでまとめたかっていうと一般論としてのこの HIV を利用した就業差別のはしてはいけないということをこういうふうにえま,まとめたわけでありましてまあそれはもう最初のこの中でも書いていますように以前とは変わってあの普通に生きられるようになったということがまあ大きなその理由であるというふうに書いてます。そうでででななくてても感染をを理由にに差別する必要はありませんのであの普通に仕事をして構わないのであの おこのおそういう声明を出したわけでございますが、まあ、このご存じのとおりあの9月18日に決心あの判決が出まして、まあ、告知は不要であるここに書いてるとおりですねで,ですから HIV 内定取り消しについては原告が全面勝訴,訴,訴,訴した要するにあの被告側の,その採用の取り消しは不当であるということが判断をの判断を。 されたわけでありまして、まあ、ですから、HIV 感染をこの就職のときに言う必要はないし、まあ、聞かれる方が不当であるということがまあは裁判の法廷ではっきり示されたわけであります。ですからあのあの、陽性だからどうこうということが差別を助長しかねないというのがまあこの裁判長の考えでありまして、まあ、まさにあの正しい判断をしていただいたと私は思っております。 これに対しまして、あのこの被告側からのあの上告はしないというあのあのステートメントが10月1日にあの出されまして、まあ、この中であのいくつかのポイントがあるんですけれども、一つはあの、まあ、この彼らは院内退散マニュアル、いろんなやっていて、その差別や偏見はないというふうに書いていますので、ある意味、我々がの、 あの日本映画界としてのメッセージは伝わって、まあ、この日本中でこういうことをもう一回検証していただいた方がいいんですけれどもこの就職の差別はしないんだということでそれは良いで、まあもう一つ書いているのは、まあ、納得してないのはなぜかというとあのこの原告が虚偽の発言を複数回にわたって繰り返したんだということなんですね。 でこれをなぜこの,あの,この、えっと、北海道社会事業協会の担当者が出したかなということを心を考えたときにこれはま採用担当者に対して排除したんじゃないか採用担当者ってもしかしたらすごくいい人でこのやっぱりあのもしかしたら感染者が来たらいろんなトラブルが起こったり病気にすぐなったりあの、まあたいまあ、じゃないかということでいろいろ聞いたらあの感染のことを言わないしということで。 あの会社のことを考えてあの採用内定取り消しをしたというまあ,ある意味あのそれなりの評価を受けている人ではないかなと思ったんですがまあこれはどういうことかというとその採用担当内定者がですねやっぱりこの知らなかったと。今の HIV がどうなっていて、エイズでち診断を受けて治療している人がいかに元気で普通に生活できるかということがまあアップデートされてなかったのではないかというふうに思う,思うんであります。まああの最近あの安倍首相も使ってるみんな違ってみんないいではないですけれどもあの。 どのようなバックグラウンドがあってどのようなあの例えば病気があったとしても普通にみんなと一緒に仕事をできるんであれば、まあ、採用差別すべきではないということが、まあ、ある意味このあ分かるわけでございますし、まあ、この多様性というものが、まあ、我々の時代の一つの,あの多様性で差別することはないようにしないといけないということが、まあ、分かっているわけでございます。 さてあの今日私の話なのでじゃないですけど、最初に出てくるのは、ボヘミアン・ラプソディのこのフレディ・マーキュリーですね、フレディ・マーキュリー、皆さんご存知あのボヘミアン・ラプソディはもう見られたとは思いますが、このクイーンのリードボーカルだったフレディ・マーキュリーは、HIV に1987年に感染しているということを診断されます、映画を見られた方はご,あのご存知だと思いますけれども、病院に検査を行っていあの告知されるところが出ます、それからあのそのことをあのバンドのメンバーにはあの話していますね。 ただあの、一般に公開したのは亡くなる直前だったということはご存じのとおりでありましてで、91年の11月24日、うん、あし今日ですか、あき今日は23日か、明日ですね、明日明日ですね、あ十11月だ、来週だ、<laughs> 来,来月、すみません、間違えました、まあ、いずれにしましても、この季節にあのあの亡くなっているわけです、効率療法の恩恵を受けることはなかったわけで残念ながら。 でこのこことはあの,この映画ではあの最後まで元気にあの活動されてるわけですけれども、まあ、あのいろいろと調べますと1980年代は英国でもあのゲイやエイズに対する偏見差別はまだあって、まあ、性に関係する社会活動すらあのタブーだった時代があったということです今はもうエルトン・ジョンも同性婚して普通にあのカミングアウトされてる時代になりましたね。 ただまああのそういうことは日本だけではなくて世界中で回ったということでありまして1988年イギリスではいわゆる反同性愛法もあってまあその法律をあの改めるまでに10年以上かかったということもありますし今となっては正しい知識であるようなセーファーセックスの,そのキャンペーンに対してもそのサッチア首相がそれをやめさせようとしたというようなこともあったわけです。そういういことであの まあ当時あの日本でも今でもそういうこの,あのネタコを起こすなとかあるいはそういう,こうあの性行為を助長するようなキャンペーンをや,やめろとかいう話があるわけですけれどもこれはそ,のそれによって完成しなくても良いいかった予防行動ができた人の行動を阻止したわけですから決して良かったとは思えないわけでまあ我々はその歴史に学んでこういうものがあの今の時代にあのセーファーセックスの教育というのが大事だということはもっと広めていただきたいと思うわけでございます。 さて、あの皆さんの中には知らない方はいないと思いますけども、少し復習がてら hiv エイズがどんな病気だったかをお話しいたします。まあ、このウイルスですね。ウイルスは脂質二重膜油の膜に浮いて、中にあの拡散遺伝遺伝情報として rna が2本入っています。非常に壊れやすいです。石鹸とかアルコールでも消毒できるし、まず、あ、感染性すごくなくなるんだけれども。 あのまあ,あのこういう血液感染とか性行為感染とか防止感染ではうつりますですから外に出て空気感染とか何かしませんので何かあのこう血液とか何かが入らない限りは感染は起こりません普通に患者さんには触ってますしあの全くそういった一般的な危険は感染の危険はないわけですでもうあのこれはあの今は性感染症なんですけれども他の性病と大きく違うのは 標的になる細胞というのがリンパ球です。CD4 リンパ球という免疫の中枢の細胞であります。だもんですから、例えば局所にあの性行為をして感染したからといって、あのどこかその性器に何か問題が起こるということはなくて、性病は普通そうですけれども、リンパ球に問題が起こってリンパ球が少なくなって免疫性になるわけですね。まあリンパ球にかかりますと一個かかると何百個何百何千個とウイルスが増えまして、そしてその CD4 がまあ壊されていく。 免疫が壊されていくと、今まで私たちに何もしなかった。この空気中にもより、それがこの絨毯の中にもいる病原体いっぱいいるんですよ。これが入ってきて、それが病気を起こすことになる。これは日和見病原体と言います。けれどもまあ、こういうことが起こるのがエイ,エイズなんですね。まあ、この、H、hiv がかかりまして、ウイルスが増えますと cd4 が減ってで cd4 は参生するんですけれどもまあ、その能力のこの数字っていうのは免疫力の強さを示しますが。この ウイルスが多いと急激に減り、まあ、ウイルスが少ないと減り方は少ないんですけれども、まあ、CD4 の数が保たれていると元気なんですが減ってくると症状が出るというのがこの病気です、まあ、ですからまあ初感染の時ですね実は症状があります最近見つかる方はまあまあいました発熱リンパ節腫のが痛い視診が出る筋肉痛、まあ、インフルエンザ用症状が出るんですね。 ですから普通にあの急性感染で病院に行ってインフルエンザはマイナスだから解熱だけだけでもらって帰っているという人たちもいます。でそれはですね短ければ1週間2週間まあ長くても数ヶ月で良くなるんですね。まあ、よく CD4 下がりますと言ったんで良くなって無症候期があります、まあ、この時でもウイルスが作られていますからあの他への感染は起こるんです。この初感染が一番危ないと言いますこの時にたくさんの,あの感染力があると言われてますけれどもその後も感染性があって。 まあしばらく時間が何年か経ちますとエイズ発症期になって CD4 が下がってまあ多くの場合 CD4 の数が1マイクロリットル当たり200以下ですけれども,もうそうすると症状が出てきましてカンジダ症や仮に肺炎やそれからあの目のサイトメガロビス網膜炎とか脳症とか起こるわけですフレディ・マキリも最後は確か仮に肺炎でなくなっていますですからあの最後歌ってる時き咳が出なかったのは不思議なぐらいでありましてまあそういう意味ではあの まあ治療も一応当時仮に肺の予防治療はありましたけれどもなかなかよくはならないというのが当時の実態でしたまあこれに対して抗ウイルス薬がたくさん開発されましたでクラスの異なる抗ウイルス薬を組み合わせて用いる、uh, uh, ART ですねアンティレトウバイラステラピー ART っていうんですけど抗ウイルス療法っていうのが1996年にまず発表されて、まあ、96年から97年ぐらいから使われるようになりまして まあ、あのスタンダードは NRTI という核酸系の逆転車抗素阻害薬を2種類使って、まあ、あとキードラグといわれるインテグレス阻害剤プロテアライ阻害剤それから非核酸系の逆転車抗素阻害剤こういうものを組み合わせて3剤を併用するというのが、まあ、スタンダードな治療になっていまして、まあ、ちょっと今日は詳しくは述べませんけれども、まあ、あのこういったあのターゲットがありますウイルスき吸着して侵入して、えー、この脱却してこの 細胞の遺伝情報の中に組み込まれますある意味この誰かが言ってましたけど取り憑かれるような格好になります。組み込まれますこの細胞の遺伝子と同じように扱われることになって、まあ、感染細胞というのはずっと存続していてこれがなくならないので今のところ骨髄移植しか治癒がないわけです。骨骨髄髄移植でななな治った方が2人ありますあのデルタという非常に特殊な骨髄の あの遺伝子を持っている北欧の方からあのこれはあの移植を受けたのはベルリンペーシャントっていうのはシアトルの方ですけどもそれからもう一例はイギリスの人ですで日本人ではそういう方はいませんが、まあ、その特殊な方法を使わない限りこの感染細胞はなくなりませんもう核の中に入っておりましてでこのウイルスが出てきてこういうふうに脱核してこのそしてこの放出されてこのたくさんの子孫ウイルスができてくるというような あのライフサイクルをしていましてこのライフサイクルの逆転車のところインテグレスのところプロテアーゼこういったところを何箇所かで抑制することによってウイルスの増殖を阻止する阻止すると CD4 の破壊が止まって免疫が回復してくるそのまま生きれるですから薬はずっと飲まなきゃいけないというのが今の状況であります。 最初の抗ウイルス薬あの、まあ、有効な抗ウイルス薬を見つけたのはあの三津田先生僕の先輩の先生ですけれども1985年に AZT を見つけましたこれも、まあ、ある意味たまたま見つかってきた薬です、まあ、それだけの何て言いますか力があ,のあったし、まあ、我々は HTV の研究をしていたわけですけどその感染細胞が 非常にエイズウイルスに感受性が強くってこの発見につながったところがあります、まあ、これによってこの効率薬が可能性があるということははっきり分かりまして、まあ、次々と薬が作られてそれから10年してまあたくさんの薬を一日飲まなきゃいけませんでしたけれどもハート療法といわれた治療法が967 96年からできるようになって、まあ、それからまた あの10年ぐらいかかりまして、まあ、1日1回1錠のお薬とかができてきて今は副作用が少ない耐性になりにくい1日1回は簡単な薬が使えるようになったわけです。まあ、ですからこの、まあ、しかもこの2010年今ですからこれからは 20, 20数年経っておりまして僕が見ている患者さんってこの20数年間ずっと元気な患者さんいます。結婚をししてて実は子どもももももできいいいいるるととう方も他にもたくさんいらっしゃると思いますけれども まああのそういった血液病の患者さんもいて元気にみんなあの今は仕事をしながら生活をしているところでございます。まあこういうことがあってこれは実はあの20歳で HIV 感染したときに何年生きられるかっていうあの数学モデルであのこれは全全員なので発症者以外も入っているわけですけれども、え。ー 抗ウイルス療法以前、まあ、これは AZT はあったわけですけれどもそういうものだけではまあたかたか10年十数年生きられるだけだったわけですけれどもあの今はこれあのこれスイスのコホートスタディですけれども平均寿命がここ平均ここだとするとまああとちょっとですねあの5歳とか78歳ぐらいは低いんですけども70何歳まで生きられるというような状況になっていてまあ数学モデルなのでいろんな問題はあるとはいえ今の計算上は抗ウイルス療法で AIDS はあの 心配ない病気になったのではないかというふうなことを言う人がいるわけですね。まあ確かしながら実際にはさまざまな合併症がこの経過で起こります。まあこれはあの心臓病ですね。アメリカで本当に心臓病が今増えていて、まあもう一つはこの肺がん。アメリカのあの HIV 感染者の死因の一番は確か肺がんだったと思いますけれども、まあこれはあの喫煙者が多いという理由もあって、最近のあの治療ガイドラインの一番にあの禁煙を書いてあります。 ですから患者さんにまず禁煙をお願いします肺がんが多いからっていって、まあ、そういうふうな状態にもなっていて東京でも確かあの報告がかなり合ってたと思いますが、まあ、この心臓病これはもうあの心筋梗塞ですねそれから糖尿病それからこの肝臓病 COPD 腎臓病腎臓病も案外多いです。それからあの ニニューーーロコグニティィブディソーダース認知,認知機能障害これは HIV の方の日本では大体25%ぐらいの方が認知機能の影響を受けていると言われていますまあこういうことがそれからあの骨折なんかもなあのこの真ん中にいる老人が HIV 感染していてこの人が90歳だったらまあそうかなと思うところですが例えばこの方が60であればあどうしてこんなに老けて見えるんだろうと言われるわけですね。 あのアーリーエイジングあの理由はあんまりまだ分かっていないんですけれどもどうも老化が早く起こるっていうことが一つ言われていてまあこれがあの研究の一つの対象になっています。まあ、こういったた合併症を少なくするためには早く治療を始めた方がいいんです早く治療を始めそしてしかも比較的細菌の副作用の少ない治療薬によって、まあ、こういうものが減っていくだろうと言われています。 これスイスのコードスタディーでは抗ウイルス療法以前は80%、エ i ズ s で亡くなっていましたで初期の頃はやっぱり続けられなかったり薬剤耐性があったからまあ大体40%、エ i ズ s で亡くなっていり今は、ね、1 0ぐらいですこれは何15%ぐらいになっていますがもっと少なくなって日本だと多分5%以下だと思います、エイズで亡くなる患者さんはほとんどは他のの a ジリレーテいと年齢で出てくるような、まあ、スイスの,この一般人口と同じような死因で亡くなるわけです。 少しですね、確かにあの自殺は少し多いこれは自殺ですけど多いんですけども、まあ、それ以外の病気はもう大体この加齢にとって伴って起こる病気で亡くなっているんですが、まあ、あのその一般の人口よりも10年ぐらい早いと言われているところでこれはもうあの毎年研究の一つのテーマなんですがなかなかまんとこきっかけがないしかし早く治療を始めるとこういうものが少ないということだけは分かっている。 さてあの予防財団の皆さんにあのこのアップデートもらってらっしゃる中にあのもへや死ぬ病気じゃないあのきちんと治療すれば平均寿命余命は感染しないとあまり変わらないエイズのイメージを変えようというまあいいですねエイズのイメージを変えていただきたいんです怖い病気で亡くなった、うん、どうですかね感染しないが一番ですね感染してもしかし早期発見早期治療開始でエイズで死ぬことはありませんまあそれからそのい,いろんなことが普通の人と同じようにできることになりました まあしかし感染していると治療服薬は今のところ一生継続する必要があります薬を毎日のまま来ちゃいけないでいろんな合併症がやっぱり起こるということがあるからもちろんかからないのが一番ですしかしかかったからといってあるいはかかっている可能性があるからといって検査に行かないというのはやっぱり間違いで早く検査に行って早く治療をした方がまあ絶対いいということがはっきり分かっているということを皆さんにお伝えしたいと思います。 さて今のはあの感染した場合の治療はどうなっていう話ですが感染予防もアップデートというのを次に持ってきましたでエイズといえばコンドームですねコンドームを使いなさないコンドームをやれば100%予防できるよっていうんですその通りです相手も自分も感染しているかどうかわからない場合はもうコンドームしかありませんコンドームを正しく使い HIV や性感染症を予防しましょうっていうのはもうあのゴールドスタンダードです まあこれはもう異性間でも同性間でも一緒なんですけれどもまあキャンペーンも以前から行われて一定の効果があったと言われています。ゲイコミュニティの方々に聞くと大体50%ぐらいかなってでも言われる100%は難しいんですねやっぱりあのあの望まない妊娠なんかがあることもご存じだとまあの男女間だとやっぱり妊娠というのがあるので否認というのがあるから今度はもっと使われているわけでそれでも100%ではない。 同性愛の場合ははなななかかかそこまではい,かないやはりあの今のスタン言われてるのは50%ぐらいだと言われている、まあ、そういうものがあってあの新しい感染予防法がずっと考えられてきたんだですねで一つはこれですこの感染者と非感染者のカップルを集めてきてそしてあの治療をすぐするか治療を延ばすかっていうことを研究した HPTN052 っていう研究が行われていました。 まあこの人がマイロン講演がやったんですけれどもそうしますと早期の治療開始によってパートナーへの感染を96%を抑制できた、まあ、伸ばした方は27人感染しすぐ治療した中からは1人しか感染が出なかったということです100%じゃなかったんですけれどもこの1人感染した人の場合はこの治療しているパートナー側要するに治療感染者側の治療が十分ではなかったと一応言われています。治療が予防になる ですから診断を受けていて治療していればパートナーに行かないんじゃないかとずっとこ言われてきたわけですね。まあ、実際にこの最終的な2016年の報告ではえっと93%予防できると言われています。ですから治療していてウイルスが抑制されていれば他者の感染は起こらない。 まあこのことはこの後もずっと研究が行われまして、まあ、これはあの混同も持ちない性教育をずっと報告した人たちが感染したかということをずっと研究されたわけですこの,このスタディがいくつか行われている中で、まあ、それでこの治療してウイルスが抑制されている人からは一例もいかなかったという報告が出ましたこれを U=U という今言っていましてアンデタクタブイコールスアントランスミスセブル。 トランスミッタということでありまして、まあ、この U イコール u に関しましては、あの日本でもあの,あのもっとこれを広めるために、えっと来年の1月の13日でしたか？あのシンポジウムが予定されているところでございます。まあ、早期検査、全員治療によって感染予防ができるという根拠に用いたスローガンも引いているところであります。ですから、治療している人は感染源になってないんです。まあ、このことが大事だと思います。 まあこういうことがあって WHO ・ u n h c s では90、90、90というご存じのとおりの目標をたた掲げました年年年まででに2020年ともう来年です90%の人が検査を受けそして90%が効率治療を受けそして現質現化になると AIDS が2030年までには克服できるんじゃないかということですが、えっと、現状の報告では昨年のレベルですけれども確か64%でしたかあの治療のがまだ90%までいっていないところであります。 まあすべての感染者で効率薬が行くべきであるということがまあ言われています。感染予防もアップデート。今話したとおりですね、治療が予防になるんです。ですから検査をして治療している人は感染源になってないということが非常に大事だし、まあそういう意味であの U イコール U、HIV に感染していても抗ウイルス薬でコントロールしていたら感染してない人と同じだという。ですから逆に言うとコントールを使わなかったら性感染症のリスクはあるわけです。ですからあの。 HAB に関しては感染していない人と同じ扱いでいいというぐらいのもう変わってきたということがまあもう一つのアップデートということになります。さあもう一つプレップというのがあります。このプレップは日本ではまだあの通知申請していません。今あの厚労省にまた行ってきましたが、日本ではまだ承認されていませんが、あの米国では2012年にこのプズルバダが予防薬として認可されています。 この,この小さい錠剤を毎日1個ずつ飲んでいくと感染予防かが可能です90%以上って書いていますけど、まあ、もう100%って言ってる人もいますまあこれはあのちゃんと飲んでないとダメなのであのきちんと飲んでる場合によってそれでゼロではないということだとは思いますけれどもかなりの予防が可能でありますしこれは東京 ACC で国立,感染国立国際医療センターの岡先生三島先生があのセクシャルヘルス外来をやっていて。 あの非感染の方々にプレップをやっている、まあ、ちょっと数が限定されていますけれどもやらなかった場合は3から4%感染がいくけれどもやっていたらゼロですですから感染予防はこのプレップで可能なんですねこれはもう明らかになっています。まあ、世界中で認められているんで WHO も2015年にもうこの供給されるべきであるということが言われています。 まあ世界でこんなにもう40カ国以上でもうあの承認されていてまああのここに書いていますがもう米国では2万5000人以上の人がプレップをやっているまあオーストラリアそれからあの南米もそうだしまあうまくいってない国もあるんですがうまくいってる国例えばロンドンですねイギリスのロンドンでは新規感染が半分以下になっていますそれからサンフランシスコもそうですねニューヨークも減っていると聞いています。いいろんな都市ででこののププレップが SD クリニッが SDD クネットワークの中で用いられて これは検査しないとダメですけど、検査をして、性病と HIV にかかってないことを検査して、ああプレポをやって、性病、HIV については定期的に検査をしていくということが大事です。それで HIV を予防しているということが、今の世界のスタンダードになってきて、日本はまだワールドスタンダードに追いついていないというのが、残念ながら現状であります。さあ、これは日本です。さっきパンフレットにもありました、これは HIV 感染者で発症していない方、少し減ったんですね。これだけです。 これをもって減ったと言ってるわけですけれども、エイズ発症した人は、これをもって減ったと言ってるんですけど。 まあ両方合わせて一番多い時からは確かに100人か150人ぐらい減っているというのは現状です。まあ、いろんな戦略が行われて、まあ、特にこの市川先生の戦略研究ではやはりゲイの,の方々の検査が増えたし新規感染もなんとかここの横ばいのレベルに保たれていけているということですし新しい薬も非常によく効いて使いやすくなったので、まあ、なんとかこのレベルで来ているというのがまあ言えると思います。 さてしかしあの今お話ししたようにこのエイズ患者 HIV の方々はもうあの死なない時代になりましたですから数はどんどん毎年こう増えていって今はまあ推定3万人ということになっています、まあ、毎年1500人1300人1 4 0 0人ぐらい増えていてこのレベルになっているわけでまあ発症した人方々もまあ今は元気になってこの中に入っているということになりますですからある意味この毎年毎年この医療費も増えますので 新規感染をなんとか予防して感染が出ないようにするっていうのが実は私たちがしたい一番大事なことだと考えています。発症者はどこに多いかこれは新規感染のこれは HIV 感染この色が黒い方がエイズ患者ですけれども。 やはり少し年齢の高いい方にエ患者さんが多いですから発症するまで検査に行かない方っていうのはどういう方かというと一つは年齢の高くてまあて社会的にあのやっぱりあの検査センターや保健所に行って検査するのに少しあのためらいがある方々かなと思うけれどもまあ実際には若い方の中にも発症するまで行かない方々いますねですからまあなかなかこの全体がどうだかと言えないでこういう方はよく病院で見つかるわけです。それはちょっとお話ししたしました通りまあは こっちがあの HIV 感染者、こっちがエイズかエイズ患者さんの場合はこのゲイの方々は54%でヘテロが23%いらっしゃいます。まああのあの検査センターに行かれたりする方はまあだいたい7割方がゲイの方ということになります。 まあこういうことに関しまして、の ACC の塚田先生、ちょっと調査をしたわけですけれども、まあ、3分の1がこの保健所とか、検査会とかで、検査で見つかる VCT、ボランタリーカウンセリングテスティングといいますけれども、それで見つかる方です、半分の方は病院を受診して、診療の必要性が見つかる、要するに症状があるということですね、早く行ってほしい、早く検査をしてほしいんですけれども、これが今、できていません。 まあそれとスクリーニング検査で見つかる方もこれ15%から,10 10から15%の方がまあそういうことで見つかってらっしゃいますこれはもうインフォームドコンセントで検査をしているということになります、まあ、実際見ますとこの病院検査で見つかる方の半数はもうエイズ発症の方です残りの半,半分は、うん、直前の方ということでしょうねであの保健所に行く方のほとんどはキャリアの段階症状がない状態で見つかっています、まあ、ここの方々がででできればまあ保健所であるいは病院でも あの例えば性病の合併があれば保険で効きますので、まあ、早めに検査を受けてあの早めに治療を開始していただくことによって新規感染を抑制することはできると思います。検査なくしししてて予防なし早早期期診断早期治療は個人ににととっっのの最大利利益益だし社会にとっても利益です、まあ、新規感染者を減らすためには、まあ、検査オプションを増やして、まあ、検査の敷居を下げる必要があるっていうのが、まあ、いろんな意見があります。 どこで受けられるの？ってまだ聞く人がたまにいます。いろんなアンケート調査をすると、まあ何と言いましても、まあのほとんどの保健所で受けられますし、無料匿名です。まあ、自分の住んでいる地域に以外の保健所でも受けられますし、相談できる看護師さんや保健師さんがいますので、まあ、ここの相談っていうことは1つもう一つありますよね。あの、誰かに相談したいまあ、こういう時は優しく相談に受けてくれます。まあ、hiv 感染が心配なが、少しでもあればできるだけ早く検査を受けることがもう。 あの治療がこれだけ良くなってますので1日1回1個小さい薬を飲むだけで普通に一生を送れるわけですから、まあ、そういう意味ではあのぜひあの検査を受けていただきたいでしかも少量の採血血液をちょっと取るだけです、まあ、それは保健所によっては他の性病検査も同時にあの梅毒とかも検査をすることができます。 自宅で受けられる郵送検査もありますで医療機関でも希望があれば検査を受けることができますけれども有料です、まあ、しかし医療機関の検査では性病の合併か疑いがあれば保険が効きますということでその負担は少ないということです、まあ、検査は非常に大事で、まあ、検査については繰り返しやはり一般に広報していただきたいというのが私の今日のお願いでございますさてあの今年あのこの話がまあちょっと持ち上がる前にあの 私は NHK テレビを最近ずいぶん評価してるんですけどもこの「不女子うっかりゲイに告る」っていうテレビがありましてこれあの4月にあったんですけどもこの知りませんでした不女子って大ですかでボーイズラブにハマが好きな女性を不女子というらしいですねこの2人高校3年生というセッティングです高校生ですよであの不,女子バレ不女子であることがバレることがもう恐れて、まあ、この本屋でたまたまそれを見てたところをこの同級生に見られるんですよ同級生の淳君がゲイです でゲゲイなんですけども淳くんはですねお母さんと二人暮らしで幼なじみの友達にもみんなにも隠してるで年の離れた同性の恋人誠さんっていうのはこれは谷原昭介君があのイケメンが彼氏なんですねこの NHK テレビではこの谷原君とこの淳くんのキスシーンも出ましてそこをですね彼女が見てしまうんですね本物その本当のあのゲイのカップルなんて近身近にいないでしょっていうセリフもあります。 まあ,ある意味高校生にこれは見せるべきですね高校生があの実際に体験している状態の,このある意味あのもう僕から見たら本当のドキュメンタリーで実際このじゅんくんが誰にじゃあ相談していたかっていうとネットの友達のファーレン・ハイトっていうあの実は中学生ですね。 でネットのこれで最初のクイーンがなぜ出たかが分かるんですけどこのファーレンハイトとジュン君はクイーンが好きということで知り合ったわけですでファーレンハイトの,あのパートナーはエイズで死ぬんですねでこれエイズで亡くなって彼は後追い自殺をしますでそのことで最終回に彼はそのファーレンハイトの家までクイーンの CD を持っていくすいません、ね、全部バラしてしまうけど持っていくところでしかし,しかしながらそういうことでこの2人がですねこういう何て言いますでしょうかあの 差別偏見を受けそうな状態から成長していく姿が見えるですからこれは表にやっぱり出していかれるのが一番いいと思うんですがまあこういったまあ,ある意味あの僕は性的少数者っていう言葉は嫌いですけれどもあのセクシャルマイノリティある,あるいは知られたのが恥ずかしいと思うようなこういった趣味とかいうことを持っている人たちが当たり前に多様性で存在しているというのが今の社会であることを もう小中学,小学生は無理かもしれない中学生や高校生はやっぱり見てもいいんじゃないかと思ったあのテレビ映画でした、まあ、日本と世界の LGBT 最近は IQ まであるんですね日本の調査では7.6%もしかしたらゲイの方々4から5%いるっていうことは25人に1人ですたくさんいらっしゃいますもう僕はマイノリティだと思いません、まあ、アメリカイギリスの調査があっていろいろ言われていますが数パーセンはアクティブなゲイですですからある意味もう カミングアウトされてないだけされてる方もいますけれども、まあ、ですからそういう方々がリスクがあって何、まあ、て言いますか普通に生活できるあっても生活できるようなまあ社会が必要でこの今の番組にはホ,ホームページにいろいろお便りや投稿がきますあの私の青春時代とそっくりでしたっていうジェッターさんから投稿があって東京都ですね男性40代。 でまあ、悩んで自殺未遂もしたこれは実は淳君は飛降を自殺しますけれども、まあ、当時インターネットもなかったので誰にも相談できなかったっていうことがあり情報も仕入れることができなかったっていうまさにあのクイーンの,あの80年代のイギリスと同じですよね、まあ、こういったあのことがありましてやっぱりマイノリティの方々はそれなりに悩んでいるということはあの今も変わっていないということでございます。 もうあの今日はあのこれ昨日入れました「月影の至らぬ里はなけれども流る人の心にぞす、まああのこれまで十分でなかった今のような個別施策層と今あの厚労省でおりますあのキーポピュレーション HIV 感染のリスクがある方々ですね、まあ、それにどうアプローチしていいかっていうことは容易に取り組まれる課題ではないっていうのがいろんな人から僕は言われますまあいろいろ考えています我々も。 まあ、しかし、あの、この、これは、あの、あの法然承認の句です。皆さん知っていると思います。あの。念仏ですよね。念仏で、あの仏の、あの慈悲っていうのは、あの。みんな言ってるんだけれども、その人の、これは、この、もともとの、この言いたいことは。心にいるんですよっていうことを言いたいんだろうと思うんだけれども。まあ、この、あの、実は法事がありまして、私、あの。父の三回忌だったと思うんです。その時に、この。 区を聞きましてあのそうだなと思ったのはあのもういろんなキャンペーンが行われているもうそれこそ行政もコミュニティもいろんなところでそれからあのスマホでも HIV 検査やりましょう早期診断がいいですよって言ってまあいんですね、まあ、いろんな方法で心に響くようにできたらいいとは思っていますし。 心の問題がまあ,ある意味あの今私たちに投げかけられている問題まあ AI が解決できない問題かなというふうにまあ感じまして今日はこれを持ってきたしそれをあのもっとなあんのあのとかできるような方法を今あの工夫していきたいとまあ考えているところですさてあの先ほどご紹介ありました日本映像学園熊本であります、えー、とこれは椎名真郷幕さっき言いましたロンドンでプレップを推進してきたあの彼女にも来ていただきます。 でまあ、それともう一つ、この,あの,、まあ、あのかなり難しい治癒に向けての研究も発表もするんですけれども、あの市民公開講座をやりまして、これはあの性感染症、渡辺浩二先生はあのあの国立あのあの医,医療センターで s d をやっている先生、まあ、僕も映像今の話しますが、このお父さん、渡辺健二先生,あの先生、皆さんご存じ方もいるかもしれませんけど立教大学の名誉教授で、この,あの江戸時代の,あの、 えとあの吉原の,その文化とかそれからここではあの修道って書いていますけども MSM の文化についてもあのお詳しいんですね、まあ、江戸時代が良かったとは言わないにしろあの今までとは違そういう性の多様性に対して どういうふうに社会が受け止めていたかということを学ぶことができるですから私たちあの多分明治維新以降、まあ、不国共兵があって軍国主義があって、まあ、それで戦争敗れた後もあるけれども、まあ、そういった社会の影響をものすごく受けますよねこういう性の多様性に対してでもう一度その江戸時代から勉強し直してあの社会の受け止め方を考えてはどうかというのがあのいう考えで渡辺先生にお願いしたところでございます。 さてあの残念ながら負けましたけれどもこの,あの日本ーームはチームはワンでしたねこの日本代表と言っていいかどうかあの最初見た時はちょっと違和感のあったあのラグビーチームだったわけですけれどもあの今となっては何か日本代表だなと思う多様のメンバーからなった日本チームあそうそうこのテレビの,あの放送で日本の未来はこうじゃないですかねって言った人がいました。 僕も同じ意見であって、さまざまな多様性を持った人々が共生する社会が日本の未来ではないかと思うし、HIV もそう、原因もそう、それ以外のそういった病気も、それから障害者もそうだと思いますので、まあ、そういうふうな視点でのこれからのまた活動もお願いして、私の話を終わりたいと思います。どどううううももごごご清聴あありりががととざざいいいままししたたは えと少しまだ時間があるんで、えー、とまず、あ、最初に私からちょっとだけあの少し減ってきたというふうに日本国内の感染が言われてるんですけども今年の,あの年俸を見るとですねただしその20代30代の新規感染はあの数としては減ってるけど人口若年人口が減ってるんで。 感染率で見ると減ってないですよ。っていうのはそういう警告みたいなものがあるんですね。で割とまだメッセージがですね。若い層には届いてないんじゃないか。最近特にという風うに思うんですが、このあたりはいかがでしょうか？あの念仏のようになればいいですね。<laughs> まあ、届いてないっていうか、あのみ見,見えて自分のことだとやっぱり思っていらっしゃらないんだろうとは思うし。 あるいはあのもっと楽しいことがあってもっと楽しくこの感染予防や HIV 検査っていうのが楽しいものと思えるようにできたらいいなと思い思うんですね。まあ、どうしたらいいかはまだ皆さんのアイデアが僕なんかよりもっとアイデアがある方がいると思います。あのまあいろんなイベントで検査もありますよね。でイベントの時に楽しく受けましたって言った人もいたので、まあそれはいくつかの工夫がいるし、ま 去年今年ですかね、あの名古屋の M 県にはだいぶ人が来たということも聞いておりますから、まあ、いろんな工夫によってあの、検査数を増やしていくことが必要だというふうに思うし、あのあの早く検査してよかったっていう,いうような、検査しては、まあ、分かって、治療してよかったっていうような、なんか象徴的な人が出てくるといいですけどね、今のところまだそういう方はあの出てこられてないというところはあります。 はい、あまり答えのなかなか答えの出しにくい問題だと思うんですであのこれ、質問を受けたいと思うんですがあの、質問終わりの方は挙手をしたら、じゃあ、最初、ちょっと待ってください、1、2、3と順番で、じゃあ、こちらの方から。はい、あっ、ね、聞こえますか あ聞こえますかすみません、バズフィードジャパンというインターネットメディアの記者をしております、岩永と申します。今日はありがとうございました。あの先ほど、えー、と採,なりけない採用内定取り消しに対する訴訟の,その北海道じ社会事業協会のコメントについて、えー、と先生、どちらかというと、 結構肯定的なあのコメントなさったと思うんですけれども、えー、これあの、あの判決が出た後でさえ、ですねあの自分たちがどのような差別をしたのかっていうことを、あの認めているようなあの内容には読み取れないように、えー、私は感じたしあの、原告の方も非常に怒ってらして、あの原告側の代理人弁護士さんも、あの逆にあのコメントを出されていました。 先生あの、スティグマをなくすとか差別をあの解消したいということなんですが、これを、えー、とこのコメントをご覧になっても、あのこの事 <laughs> 業協会は、えーとまあ、差別に対して反、差別というか、あのこういったあのことを起こしたことに対して反省なさっているようにあの読み取れて いらっしゃるのでしょうか？っていうのを改めて伺いたいです。あの先生、おっしゃる通りで僕はそういうあの。怒ってる側です。はい、でも怒ってもしょうがないですね。あの結局なぜそういうことをあのあ、あいうコメントを出されたのかと考えたわけです。で、それはそのだから、僕は決してその肯定的じゃない。あのなぜ出されたかというと、多分採用担当者を守るためだと思ったんです。それは僕の個人的な感想です。 ししかしその病院というのはあの病者に対する差別というのをですね積極的になくすように社会に対して発言して差別を解消するための発信をしていくのが医療者だと思うんですけれどもそれについて言えばこの,あのコメントというのはですね全くもって反省が見られないしあの逆にそのあれ本当はこの人たちの方があが正しいことを言っているんじゃないかと勘違いする人も出て 聞かないネットではそういう人もいるようですね。だもので私はエイズ学会の理事長としてはこれに対して医療者としてどうあるべきなのかっていうのをちょっと言っていただきたいなって思ってちょっと実を言うとこの会見にありがとうございますもう一度繰り返していますが結局アップデートされてないのが一番の理由だと思うんです。結局エイイズに対するメージとかかそれら感染者が 仕事を一緒にやることになったら心配だとか、まあ、そういうことを思ってらっしゃるんじゃないかなと思っただけです。ですからそういった意味ではさもうまさに差別的な考えなので、まあ、そういう考えをやめてもらわなきゃいけないんですが、まあ、それはそのだから避難するのは簡単ですな何をしてもらいたいかというとアップデートしてもらいたいそれから知ってもらいたいんですだから逆なんですねあの一緒に仕事をしないとわからないところもあるじゃないですかむしろ積極的に採用した方がいいわけですよそういう意味では。 でそういういい考えになって欲しいんですだから何て言いますかねこ,のこ,うこういう人権の時はあの差別差別する人を攻撃するっていうような何て言うんでしょうあの差別をなくすためにそれがなるのかって話ですよ。でそうじゃなくて差別的なことをやってきた人たちが何が問題だったかをはっきりしたい。でそれはやっぱり 知らなかったしアップデートしてなかったし近くにいなかったんでしょうねやっぱりそういう方が。というとこではないかと思ったのでそういったんですすみませんあんまり僕の言ったことは伝わらなかったかもしれません。分かりましたすみませんあと2つあるんですけれどもスティグマとか差別ということであるとその治療法が発達したことで長生きする方が先生がおっしゃられたように増えて合併症で他の病気でかかる方も増えているでまあ敗者とかですね あの人工透析とか糖尿病が悪化して人工透析とかあのまたは介護を受けるような方も増えてきてるわけですがそこでの施設での あの差別とか拒否とかも未だにあの聞こえてくるところです。そ,ですそれに関してはまあ、エイズ学会としてどういうふうに取り組まれようとされているのかっていうことがもう一点。もう一つだけすいませんえっ、ー、と早期発見早期治療というふうにおっしゃるんですけれども、うん、ま早期に発見してもあのこれ他のところでも伺ったんですが。 あの障,害まあ、障害者手帳があの数値が低いと取れなくて悪化するまで待って障害者手帳を取ってからようやく治療を始めるっていうそのせ,せっかく早期に検査して発見したのに。 治療をそこまで悪化するまで待って不安だという声がとても多いのですが、それに対して制度を何か変えようとかです、ね、働きかけをなさっているとは聞いているんですけれども、あの理事長としてはあの、どのようにお考えか教えてください。えと今の後の方から話しますと、まあ、CD4 の数が500まではできないとか、ウイルス量が5000というのがまあ決まっていて、これはなぜ,なぜ決まったかというと、障害者医療の一つに組み込まれているために、 障害者であることを示すす数値がいるからなんですよねでこれについてはもう、えっと、熊本地震が起こった前の日に僕は最初に行ったのはそうなのでもう3年ちょっと前半ぐらい前に厚労省に行きましてそれから何回も接触しているところなんですがなかなかこの今の診断基準が変えられないっていうのはまあ横に まあ横並び主義というか結局障害者医療全体を見た時にそういうものが必要だということが言われてしまっているところですただですからあのこれ本当はもう今あの他の国では障害者医療じゃない特別枠になっていたりするからまあそういう考えの方が多分正しいと思いますがまあ今感染してきている人それで今の,あのすぐ感染して直後の方々をすぐ治療した方がいいんですけれどもまあそういう方が今できないということは非常に問題なので。 今日も行ってきてちょっと働きかけたところですしまたあの行きますがまあこの担当の部局の,あの官僚がちょしょっちゅう変わるんですよねだから全もう全員変わってますし数年っていうか2年ぐらいでも全員変わるのでま,あまた一からのでもこれはあのおっしゃる通りでご指摘のとおり非常に重要な点なのでやります。もう一つのののの最初の方の質問の あの長く生きるようになってさまざまなあの医療が必要になって、まあ、施設いろんなところで拒否があるという話ですもうこれはその通りですであのこれはこれもあのえっと、エーず予防指針にちゃんと書いてあってあの国が進めますというふうにしていますですからあのこれも我々の力だけではなかなかいけそれっていうのはそ,のそれぞれの畜畜の問題点があって。 あのそれぞれのところでやらないと難しい点があるわけですけれども、まあ、国の方針としてもっと強く出していただくというのがあの必要だと思うし、まあ、さっき TRSP で治療している人から行かないので治療している人は非感染者と同じように扱っていいんですあの医療者には移りませんから、まあ、そういう意味で治療がきちんとしている人に関しては特にあのそういうことをもっと強力に言っていく必要があると思いますし。 われわれ、九州ブロックに僕は熊本なのでいるんで、この前もあのあのネットワーク会議があったときに、その話がやっぱり出まして、一つ一つ頑張ってあのご理解をいただいていくしかない、高齢になってくる患者が増えているわけですから、それなりに受け入れしていただかないと、やっぱりあの回っていかないということがあります。ですから、すみません、これもあのすっぱり答えられないんですけれども、地道に努力をやっているというふうにご理解いただければと思いますありがとうございます。 今の2点は非常に大事な点で、学会だけではいかないんですけれども、やっています。はいじゃあハーフポストの関根と言います。今日はありがとうございました。えー、と2つ伺いたいことがあります。えー、と1つは、えー、HIV ウイルスがな、まあ、くなった、治ったという人が世界に2人いるという、うん、あのことをおっしゃってましたけれども、これはその、 どの程度、治療あるいはその完治に向けて希望がある話なのか、つまりある種の特殊な事例だったのかということが1つと、それからもう1つは、日本では予防薬がまだ認められていないと、なぜ認められないのか、あるいは認められないその障害、問題があるとすれば、それは何なのか、教えてください。 えっとまず最初のご質問ですけども非常に特殊な事例ですあの悪性あの1人。1人は白血病を合併した方ですねベルリンペーシャントはそれからえっともう1人の方はホジキンリンパ腫を合併した方でありましてでそうたまたまあのですけどもデルタ3232っ32という特殊な骨髄の提供者がいてあの2人目のですね、ホジキン病の方の場合はこれは実はあのもうその3232 32デルタの骨髄 バンインターナショナルな骨髄バンクが実はあるらしいんですでそれで HLA が合わないといけないんで HLA があったという非常にまあラッキーな方なんですねだからまだ世界で2人でこれあ,のあと何人もやってないのっていう質問時々受けることはあって実はヨーロッパではまだやってありますけれどうまくいってないですだからあのまあ骨髄植はまだあの危険な作業で亡くなっている方もだからあります 残念ながら今のところ日本ではででははきないですねそれからもう一つは何だったっけあ,あ、プレップですねあのこれも今日先ほど言ってきましたが、ね、日本はあの予防薬っていうのは非常にあのハードルが高いですですからあの最初にこのもう2015年にああやってあの WHO が言ってるわけでその年からあの要望は出していて、えー、とその年の夏だかなんかにあのあの学会からの書類も出しまして。 であのただ最初の年はあのすごくあの担当者があの冷たかったんですけど、まあ、2年ぐらい前から担当者が、はあったかくなってきてあの <laughs> や,やる気が出てきてあのよかったんですけど実はあのこのプレップに使う鶴るっていう薬が鳥医薬品からギリアド社に移ってるんですねこれが去年の夏移ることになって。ほんであの 4月に移るかと思ったら実はあの販売権はまだ12月まであるっていうんでなんか仕事の動かなくなって急にで実は今日行って動かすように行ってきたんですけどまあとりあえずはやっぱりあの契約っていうのがあるので行、まあ、ってきたのは厚労省ですか厚労省の人たちは今はサポーティブです本当にあの,あの,あの企業の方が動けば動きますということを言われてますですからあの、まあ、12月からになるわけですけれども書類上の何らかの行き来たりがあって あのあの高知申請ですね、結局これを医療として認めようということを、まあ、できるだけ早くこれをあの認めていただきたいとまあ思っているところです、ですから、あの会社の方ももうやる、サポーティブですから、あのまあ、これ、言っていいとは思いますけれどもあの、ただまだスケジュールは決められないんです、12月にならないと。ですけすみませんあの、いろんなことが重なって、日本遅くなっています、さっき言ったとおりで、世界ではもうプレップはスタンダードになっています。でこれが まあ、オリンピックの時にどれくらいいるかわかりませんが、まあ、少なくとも、この二千二十年は。あの、治療も予防も、世界的スタンダードになれる年だと思っています。はい。そうすると、まあ、前向きに自体は、動いている。動いてます。はい。受け止めていいんでしょうか。いはい。ありがとうございます。はい、いますはい、じゃあ、後ろに。毎日新聞で記者をしております、高木と申します。今日はどうもありがとうございました。 <laughs> あの最初の、えー、判決の話に、あの判決とそれから病院のコメントの話にちょっと戻るんですけれども、えーつあのーえー、病院側としては、えー、あの声明で、まあ、建前上はです、ねえー、別にその、えー、かんあの患者かどうかは関係ないんであると、そのえー、嘘嘘つきは嫌だと。そうそうそう まあこういうい平たく言うとこういう言い方をされたんですね、うん、ただその,、えー、その患者さんの方から見ればですねこう正直に言いにくい事情というのが多分あるんであろうと先日実はそのこれに関してその判決の前でしたけれどもあうちでそのある先生に記事を書いていただいたんですがその時はやっぱりその、えー、自分も HIV の患者さん見てるけれども、えー、なその 医療者も中にはいるんだけれどもなかなか実際にそのカミングアウトできてる人はいないと、うん、やっぱり相当いろいろつらいことがある,だだるんであるという話をされましたであのせ先生の目からあの先生もご自分で患者さん見てらっしゃると思いますが見てですねその実際に「じゃあ私は HIV 感染ですけれども」と堂々と言って働くようなことをしたときにやっぱりつらい目に遭うというようなことが今現状としてあるのかあのその辺りのた あの現状を教えていただきたいんですけれどもあの僕は熊本におるもんですからあ,の、まあ、ある意味あの東京とは事情が少し違うとは思いますであの、うん、あの上司とか近い人たちだけにカミングアウトしてる人だけですね公共でカミングアウト一人いますかねこう言ってる方がであの言ってる方は案外大丈夫 <laughs> 案外大丈夫です っていううのはもうあの普通ですからね普通に接して普通に仕事して普通に生活してるから大丈夫で、まあ、上司とか周りの,あの同僚だけ行ってる人も何も問題ないということだっただか,らしかだから心配するほどは実はないんじゃないかと思いますが行ってみれば心配あのあの案ずるより馬が良しというかあのやってみればそれほどの大変に今目に遭わないですいますよという、はいまあ、あのどこが全部がそうかどうか分かりませんけれども まあ、とりあえず私の知ってる限りにおいてはあの、まあ、あのやっぱりこのいろんな人が多様性だけど黙っていられない人がいますもんねやっぱりずっと隠していられないっていうか、まあ、それから病院にも来るしねでそう正直にいろいろ言ったらもう全然みんな受け止めてくれたっていうところがまあ案外多くて、まあ、そんなもんだからまあそんなもんかなっていうところですかね。 うんまあ、やっぱりあのそうですね、まあ、あのどうでしょうやっぱりあの仕事上かなやっぱり対人関係とか何かですかねやっぱ知らない人がいっぱい来たりとか。 まあちょっとこの上司によるのかもしれません、いい僕は上司が来たりしますで、上司と一緒に話をしたり<ー>し,して、大体いい方が多いですね。そこまでつまりその、病院まで一緒に来てくださいようなことである方の問題であれば、もう、えー、全然問題はないんだけれどもあの、はいであの。それも言うんですよね、だから上司の人が、もしあれだったら来てもらって、僕は話しますと、もう普通ですからっていう話をするんですよ。分かりりまうすす全然ももううう大丈夫ですよ <laughs> ありがととございます、えー、それともう一つ、えーと そのさっきその治った方って話がありましたけれどもその、えー、し,しばらく前にですねその、えー、HIV の子どもが生まれないようにといっての遺伝子改変をやったというすごいのがありましたがああいうものは先生からどう見られますか必要ないと思います必要ない、はいというのはあというか、まあ、もあのそれがデータ3232 32ですけども。はいあの まあ、僕必要ないいと思いますそんなことをしなくてもあの最初にもその、えー、感染しているお母さんでも陰性の子どもを産,んで産めますよっていう話を頂い,いてますがすあるいはその旦那さんの方が、まあはい、か感染してても子どもさんにそんな影響が出ないようにちゃんとでき,、はい、できますよ、はい、あのそんな難しいあの最先端の時代なんか使わなくてもできますよという。はい、むしろあの危険があると思いますいろんな意味で。 従来の手段がちゃんと確立をされてもうおりますという理解でいいんでしょうか、えっと、ちょっと詳しいことを言うとあれですけどデルタ32、32はですね、えっと、いくつかの,あの病気ではネガティブに働きます、えっと、なんだかちょっと今言うといろいろあるんですけど細かい病気があるんですけどですからあのエイズにかからない病病あの遺伝子だからといってあのそれが無敵なわけじゃないんで他の病気にはかかりやすいということがあり得る。ですからやっぱりそういういうある意味あの なんて言いますかあの、まあ、人の浅知恵じゃないけれども、プラスマイナス、どっちなんだか分からないような、<laughs> そういうことです、だから治療であの予防もできるし、そして治療で普通にできる時代に、それは必要ないと思いますはい、分かりました、ありがとうございますちょっとあの、基本的なことを聞きたいんですけど、HIV に感染しているかどうかをですね、就労の場で言う必要はないんですよね、基本的には。 で、言いたい人がいたときに言えるような環境というのは必要だと。その通りです。まあ、あのみんながそういう環境になるといいですね。っていうのが僕のメッセージです。わかりました。えっとまだ少しお時間ありますか<あ>少しなら少,少,少しだけある <laughs> そうなんで、もう1問。2問もしあれば。あ、じゃあ2人。このお2人の方で、じゃあ後ろの方から。 お話ありがととうございまましした指入新聞の田村と申しますあの先ほどあのやはりこう差別偏見の話を伺いたいんですけどもあの治療薬というものがも,う、まあ、もちろんプレップの問題ありますけどもも,うものすごく進歩してある程度は行き着くところまで進歩したと思うんですが、うん、この治療薬ができればコントロールできるようになればそれとともにこれ偏見差別を なくすために、あの治療薬を作ってるんだと、お話がずっと伺って,きてたと思うんです。ところが、現状は残念ながら。治療薬は進歩したけども。それに伴って、差別、偏見というものは。減ってないむしろ、こう。なですか、水面下で隠れてしまっているような現状があると思うんです。この辺先生、どういうふうにお考えになりますか、この原因っていうのは、まあ。あの、それは、あの、私よりも、あの、もっと。宮田さんの方が、<laughs> もしかしいいかもしれないけど。 あの一つは社会社会がやっぱりアップデートすべきだと思います、まあ、先ほどの,あの就労差別の問題ではないけれども自分のことは関係ないことと思っている人がほとんどなんですただしかしもうリビングトゲアダですねこの関東地方には多分半分以上の方があの関東地方ですから。 あのまあ東京40%ですか HIV 感染者のですからまあ1万人以上の方がここにいるわけですね皆さん普通に生活してて普通に薬飲みながら元気で社会のために仕事してるじゃないですかそのことをみんな認識すべきだと思いますねですからなんかあん,あんまりこうなあの騒いでほしくない人たちもいるとは思うんだけども現実にそういうあの薬を飲みながら病気とまあ戦うっていうほどでもなくね普通に生活して普通に仕事してあるいは結婚しあるいは子供を産みあるいは あのいろんなところで、あの、あの社会貢献もしっていうこと、を普通にやってるわけです。そのことがもう少しあのクローズアップされてもいいかなと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ。ハーフポスト日本版の坪池と申します。今日はありがとうございます。えっと、二つお伺いしたいことがあります。一つ目は。えっと、メディアにおける、この表現というか、発信なんですけれども。うん、まあ、このことに、今日のことについて発信するであろう私たち、報道や、えっと、あと。 プレゼンの中でもありましたフレディ・マーキュリー、ウヘミア・ラプソディで、まあえー、とエイズが発症したというストーリーがありましたけれども、最終的にはそれで終わっていて、現代ではどうなっているかとか、そういう表現がなかったとか、そうそう報道ではエイズウイルスという言葉をよく見ますが、そのメディア、あらゆる報道やあの芸術においての表現について何か課題などは感じていらっしゃいますか。まあ、あのエンンターテイメントだもんだから 最後あの咳が出て息ができなくなって死ぬところは出せなかったんだろうと思いますしまあ現実に YouTube に本人が歌ってるところも元気でやってますもんねあのやっぱり音楽の力はすごいんかなとじゃないけどあの,あ,のあの時代はだからあの治療法がなかったので亡くなってしまってで今はあの。 今だったら今も元気にあの生きてるだ生きてやってるだろうと思うんですねフレディー・マーキリー、まあ、そのことはもうちょっとフォローアップで言ってもらってもいいと思うそれとあのさっきの,あの不女子の話ですけどもあれも面倒くさくなるからあれ以上やらなかったんだろうけどン君もそれからあのファレンハイトもエチアビ検査をすべきだし <laughs> まあそういうところまで出て本当はあのあの次のもし続編が出るなら皆さんもし麻原直人さんをご存知だったら あの続編を必ず書いていただいて、それには HIV 検査を受けて元気で受け生きている人たちがいるということをあの出していただきたいと思います。すみません、2つ目なんですけれども、えっ、ー、と先あとあの質問の中で、あのまあ現場ではその例えば当設を受ける施設とかでまあ、差別を受けている当事者の方がいらっしゃるとか、うん、それを踏まえてそれに対して先生あのえっ、ー、と国にもっと強く方針を出してほしい。 とおっしゃってましたが、あのまあこれまでも少しずつお話は聞いていらっしゃいますが、具体的に改めてどういうもの、どういう方針があるのか、あのまあすみませんちょっともう一度補足しますと、あの厚労省が禁止その禁止しているっていうのもあの韓国ではなくて、あのまあそういう罰則などはない,はないという理解なので、予防指針で指針だけです。指針ですね。<はい S 1> なのでまあその国がどういった方針あの方針とかがまああれば。 えっと今のところ、そういうのはないんで、しかしやっぱり、だから都道府県ベースの指導になるかなと思うんですけれども、今からあの症例も増えてくるので、受け入れに関しての指導っていうのは、もっと強力に出てくると思います、それは必要性があるからです公的機関における指導、はい。そういうことになります。あありりががととううごござざいいいいまますした先、えー、先生にはあの先ほど記号をていただいてだ あのさっきプレゼンでも少し言及がありました心」という文字を書いていただきました、うん、まあ繰り返しになるかもしれませんがちょっとその心をあのその心今 AI によっていろいろ変わってきてますね時代は変わるだろうでもその法然上人の昔から人の心っていうのが多分あの最も多様で 最もある意味社会にとって重要な、まあ、それこそ偏見差別をする人も心だし受ける側も心だしまあそういう意味ではあの、まあ、科学的研究はどれぐらいできるか分かりませんけれどもあの心にぞ住むあの政策と研究とそれから、まあ、あの新しい治療法もそこまでいくといいんですけれどもあのそれをあの願って心と書きました。まああの 念仏ほど素晴らしいものは今のところないけれども、まあ、それにあの匹敵するようなあの新しい心をまあ持っていきたいと思いますし、まあ、多様性、最も多様性のあるのが多分心だと思っていますから、多様な心を受け入れる寛容さ、寛容な社会を皆さん、どうぞあの報道していただきたいと思いますありがとうございます。 ありがとうございました。あの日本記者クラブから先生にあの記念品としてネクタイを贈呈したいと思います。先生どうもありがとうございます。どうも。えっ、ー、とそれでは今日の記者会見終わります。ありがとうございました。